はい、こんにちは、ヤクンタケシです。11月27日ですね。早いですね。で、1番目、なぜそこっていう番組あると思うんですけど、僕はあんまり見ないですけど、まあ、岡山って書いてあったんで見たんですね。で、すごい本当に、こんなところに住んでるのが、東大行ってた人がですね、そういうような生活をしてて、山奥でですね、山を切り開いて村を作るみたいな感じなんですけれども、プールまで作ったりとかですね、いろんなことをされてて、まあ何いろんなこと感じましたけれども、まあこれだけのどういうんですかね、なんか全く普通の人たちと違う生活をしてるっていうことはすごいなと。やっぱりどういうんですかね、ある意味まあちょっと違うんですけど、まあマトリックスから外れた生き方っていうか、常識とは違う、そういうようなことをできる人が、まあこれから何か起きた時に強いだろうなと思ったので、僕があそこまでできる、するとか、できるかとか、そういうことではなくて、でも学ぶべきところとか、お会いしに行きたいなとか、そういうような、そういうことが、そういう方は面白いなと思ったので、まあ、ぜひぜひ、まだ見てない人は見ていただければと思います。で、2番目、さつまいもの現状。最近ですけど、まあいろいろさつまいも、今まで芽が生えてるやつは少しずつ伸びてるような気がするし、全部やっぱりペースが遅くなりますね。寒くなってきてるんで、今12月前ですもん、11月27ですもんね。だからですけれども、まあちょっと新たな武器をですね、手にもうちょっとしたら楽天から届くとは思うんですけれども、それを使って、より早くなるのかならないのかとか、芽が早く出るのかとかですね、そういうのをどんどんやってみようかなと思ってます。本当に実験か、まあ面白いですね。でもその遅いって言っても、普通の植物っていうのは枯れてる、もしくはほぼ全く毎日変わらない形じゃないですか。何でも、でもさつまいもって遅くても少しずつ出てきたりとか、ね、でもただ、さつまいもの本体のやつは全く出てないのは本当に出なくなりました。ちょっと前まではまだね、夏が長かったりのもあるとは思うんですけれど、ちょっと芽が出てきたりして、そこから伸ばしていくみたいなのがあったんですけど、芽自体が出てこなくなってきたんで、やっぱり温度って大切なんだなとか思います。光とかは関係ないはずなの、ほぼは今のところそれは関係ないと思うので、はい、まあそういう感じなんで、ちょっと新たな温度を変える方法っていうのをちょっと試してみようかなと思ってます。本当に実験です。で、3番目、マトリックスとエヴァンゲリオン。この間、まあ1、2ヶ月前エヴァンゲリオンハマってですね、研究してですね、あとマトリックスが先週ぐらいかな、1週、で昨日も見直して、結局何回見てんのかな、3回、まあ全部合わせたら4回、今回見たのが3回繰り返してみたのか、まあ早送りしたりとか、まあアクションのシーンとかバーって飛ばしてですね、言葉のところだけ拾っていったりはしてるんですけれども、いや、やっぱり深いしすごいですね。でもなんかマトリックスとエヴァンゲリオン似てるいうか、ほぼ一緒かなと僕は思いました。多分同じことを言ってる可能性があるかなみたいな。で、まあ、エヴァンゲリオンの怒り、シンジじゃないよ、お父さん誰でした、玄道さんかとか、まあ碇シンジ君もそうですけれども、まあある意味マトリックスの世界から飛び出た状態かなと思ってます。脱出というか卒業できたっていうかですね。で、まあじゃあどういうふうに、そしたら僕らはこのマトリックスの世界、まあカルマ、トラウマ、まあいろんな捉え方ができるとは思うんですけれども、このパターンの世界っていうか、この幻想の世界、幻の世界、シミュレーションされてる世界、シミュレーション仮説ではない、ホログラムの世界で、じゃあここからここをどう楽しむかとかですね、ここを楽しみな、こう出る方法っていうのがあると思うんですよ。それを多分ほとんどの人は、まあ今までの歴史上の人物も誰が出れたのかわかんないですけれども、出れてる人も、いるんだと多少は思うんですけれども、そこを今回そろそろ、いろんな動きがある時期なのかなと思ったりもしてます。で、まあエヴァンゲリオンじゃないわ、エヴァンゲリオンも最後でしたし、マトリックス、
ていうのも約20年ぶりぐらいですよね、に、来月出るということなんで、まあ、それをぜひ見てみますし、あなたもその見る前にですね、Netflix でも Amazon プライムでも、マトリックス無料で全部見れるので、で、あと Amazon プライムと Netflix の、言葉の訳し方みたいなのが違うんで、どっちも見ることによってよりやっぱり日本語訳にする人の知識というか、どういうんですかね、その人のレベルによって訳し方が違うので、 Netflix の方が僕はレベルが高かった、特に喋る方かなような気がしました。うん、やっぱりこれは分からないと訳せない部分もあるんだろうなと。訳とかあんまり僕気にしたことないですけどね。まあそれだけ深い映画がないんでしょうけれども、このマトリックスはちょっと訳っていうのは、日本語訳っていうのはすごく大切だったような気がします。うん、まあまとまらない話ではあるんですけど、まあマトリックス、エヴァンゲリオンとかその辺も見てですね、この世の中の仕組みを大体分かっておくと。で、みんなこの中にいすぎて、まあ分かんなくなって現実だと思いすぎてて、多分客観的に見れないんで、だからまあ今回のコロナみたいなことになってるんですよ。それをシミュレーションされてるとしたらめっちゃ面白いですよね。あの、昨日の、ね、水曜日のダウンタウン、昨日ことつい進めたと思うんですけれども、あれを客観的に見られてるんですよね。さあどうなるみたいな。さあどうするとかね。はい、それに対してじゃあっていうところを客観的にちょっともうちょっと高いレベルで、あの高さで見ることによって、自分をコントロールできたり、自分の考え方とかもうちょっと冷静で入れたりとか、いろんな罠に引っ掛け問題に引っかからないようにもなってくるんで、マトリックスとかエヴァンゲリオンを見ておくことによってちょっと多次元的いうかですね、違うような、なんか参考になる部分が多いんじゃないかなと思っておすすめさせていただいてますし、僕自身も勉強になったんで、ご紹介させていただきました。はい、なんかお役に立ったら嬉しいです。はい、以上です。ありがとうございます。